ケダイネー合同ケダイネー合同ケダイネー合同、ケダイネー合同、は、大洪水の最中の1655年、リトアニア大公国の一部の大貴族、マグナートとスウェーデンウォーカール10世グスタフとの間で結ばれた条約、リトアニアスウェーデン合同とも呼ばれる、ポーランドリトアニア共和国体制を解消し、リトアニア大公国から2つの公国を分割独立させた上で、 これをラジビウケに統治させ、残りの大公国領をスウェーデンの保護国とすることを狙いとしていた。この条約はカール十世による共和国の分割支配の企みだったが、共闘国はそれを拒否し、さらにポーランドとリトアニアの両国での民衆放棄を引き起こし、スウェーデンの軍事支配とラジビウケの影響力が排除され、またバルカの戦い及びプロストキの戦いで、 スウェーデン軍が敗退したことにより、実現することはなかった。ラジビュ家は、莫大な領地を所有していたが、ポーランド・リトアニア共和国の政治体制においては、一般の貴族身分、シュラフタと同格でしかない、マグナートの地位に置かれていることに不満を抱いていた。このため、ラジビュ一族と、国王政府の利害関心には、幻覚が生じるようになっていた。1654年、 スウェーデンとモスクワロシアによる共和国への侵攻、いわゆる大洪水が始まると、一族内の有力者であったヤヌシュラジビウとその重邸、ボグスワフラジビウは、ポーランドによるリトアニア支配を正当化している、ポーランドリトアニア共和国を解消するために、スウェーデンウォーカール1世イグスタフと外交交渉を開始した。当時のリトアニア大公国は、スウェーデンとロシアから攻撃されており、 この地域における国王政府の支配力は無に等しかった。家主を最高軍司令官とするリトアニア軍は一度も戦火を交えるとなくスウェーデン軍に降伏し国内は外国軍の手に落ちた。リトアニア西部地域と共にポーランド王官僚の大部分がスウェーデン軍の占領下に置かれリトアニア大公国の大部分ジェマイティアとスバルキア及びアウクシュタイティアの一部を除くが ロシア軍の占領支配を受けた。加えて、ウクライナは、フメリヌイーンチクイの反乱のために混乱状態にあった。1655年10月10日、ヤヌシとボグスワフラジビューは彼らが所有する巨大ーの城で、スウェーデンとの条約に調印した。この条約によれば、リトアニアの全貴族身分の代表を名乗る二人の意のもと、ポーランド・リトアニア連合国家は、法的に無効となり、 リトアニアは独立した。対ロシア戦争の軍事支援を受ける代償として、リトアニア大公国はスウェーデンの保護国となり、両国は同訓連合を組織する。さらに、ラジビウケは大公国内にある一族の所領を独立した公国という形で譲渡され、リトアニアの貴族たちはこれまで通りその自由と特権を維持する。しかし、この条約が実行に移されることはなかった。 条約の首相者であるヤヌシュラジビウは、調印から二か月後の12月31日に、ポーランドを、リトアニア大公である、ヤン二世カジミエシュを失る軍勢に包囲されたティコツインの、城で死去した。彼の死の直後に道場を占拠したヤンパベウサピエ派は、直ちにヤヌシュラジビウが帯びていた、リトアニア大へ、トマンの地位を与えれた。カール10世は1656年の、ワルシャワの戦いで、 ポーランドロシア連合軍を撃破したものの、間もなく、同盟者のブランデンブルク選定校が離反し、スウェーデンの同盟国は亡きに等しくなり、共闘国による分割支配は、ついえることとなった。さらに、フメリヌイチクイノーランが一段落したこともあり、戦局は一変し、ポーランドで発生した民衆放棄が、スウェーデンの軍事支配に対する抵抗運動として、開始された。南部チェンストホバの ヤスナグラの戦いで、スウェーデン軍の進撃を食い止めた後、リトアニアを占領していたスウェーデン軍も同盟者が脱落していく中、同様の民衆反乱によって蹴散らされる羽目になった。わずかに従っていたボグスワフの軍もスウェーデン軍と共にバルカの戦い及びプロストキの戦いで相次いで敗れ、さらにスウェーデンは共和国だけでなくこの情勢につけ込んだデンマーク。 モスクワ・ロシアとの戦争まで引き起こし、リトアニアを保護下に置くなど、完全に不可能な事態に陥った。共和国を挙げた、大反撃の前に、スウェーデン軍はなす術もなくなり、敗北と、ポーランド・リトアニア共和国領内からの事実上の撤退、1657年。カール10世は、共和国支配の野心を捨てきれなかったが、最低限の戦争目的であったスウェーデンを追い、 継承権をめぐる、ポンド王との長年の争いに関しては解消の見込みが立ったように思われたことや、北方戦争の激化によって1659年に完全に撤退することとなったは、ヤヌシ主の重邸で生き残っていたボグスワフの心を完全に追えさせた。ボグスワフは、プロス時の戦いで自軍を壊滅させてしまい、1669年に亡命先のケイニヒスベルクで死んだ。 これ以降、ラジビウ家の県政は衰退の一途をたどった。ポーランド・リトアニア共和国では、ボグスワフは、貴族仲間から投げつけられた悪口、白身、屋主も、裏切り者の故障でそれぞれ知られている。ラジビウ家には、ミハウカジメイシュ・ラジビウのように一貫して、共和国側に立って戦った者も,もいたが、二人の行いは、彼のようなメンバーの貢献を覆い隠すほどの外国行為として、 共和国の歴史的記憶に刻まれたのである。同時大臣の目には裏切りとしか映らなかったとしても実現しなかったスウェーデン・リトアニア間の連合は現代的視点からは違った評価を下すことも可能である。一部の人々はスウェーデンとの条約はヤヌシュラジビウの政治的野望の所賛というよりむしろ彼の現実主義が結ばせたものだと主張している。また別の人々は ヤヌシュの政策は、ロシアの脅威に対抗するために、強力な同盟者を求めた結果だとしている。この説の支持者は、二つの全面戦争を戦う余裕が、リトアニア対抗国になかったにもかかわらず、ポーランド側が財政面でも軍事面でも援助をしなかったことで、この方法を取らざるを得なくなったのだと指摘する。結局、スウェーデン人の支配者が、ロシア人のそれよりマシだとは言えなことが、 この戦争で証明された以上、この選択は誤りだったと言える。スウェーデン軍の侵攻は、共和国の経済を圧迫し、多くの都市、農村が破壊されるなど、共和国の荒廃に結果的に加担したことが、その証明となった。一方で、カール十世による、連合の野心は、ポーランドリトアニア共和国の分裂を図った、最初の事例であった。初期の分割は、 共和国の未だ健在であった軍事力によって粉砕されたものの、これは共和国内における独立勢力が他国の勢力と同盟を結び共和国を混乱に陥らす端緒となった。ポーランド・リトアニア共和国が1569年に成立した時、リトアニア対抗国はロシアの脅威に対抗するために強力な同盟者であったポーランドとルブリン合同を 結んで両国が統合されることで、リトアニア大公国の独立が維持できた側面があった。しかし、大洪水時代においては、ポーランド側がその迷惑を果たさなかったことが、リトアニア大公国の大貴族に裏切り行為と、捉えかねないような行動に向かわせたとも言える。ポーランドに対する信用の失墜は、リトアニア大公国においては、共和国からの離反を押し止めることができたものの、 ヘイチマン国家では、ウクライナコサックがロシアと結びつき、政務が批准した、ポーランドリトアニアルテニア共和国創設の構造を拒否し、ロシアとの戦争の末、ヘイチマン国家が共和国とロシアとの間で分割されてしまう結果となった、アンドルソボ役。こうした共和国からの離反は、やがて近隣諸国からの介入を招く原因となった。18世紀に入ると、 リトアニアでの内戦を契機に再び、スウェーデンと結託する者が現れ、こうじて、共和国に、海儡政権を立てられるなど大北方戦争において、共和国の没落を招くこととなり、戦後は、ポーランド王位をめぐる争いから、内政干渉をたびたび受けることとなり、ポーランドの内政改革に反対した、抵抗勢力に、周囲の大国が加担し、やがて共和国を消滅させることになる。 ポーランド分割への道を歩んでいくこととなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。